球という最終は、おっと、これはどうか、待て、2000年のシドニーオリンピックで滝本誠が金メダルを獲得して以来、世界選手権、そしてオリンピックのメダルはありません。世界選手権に限れば、95年の千葉大会で古賀稔彦が当時78キロ級で金メダルを獲得して以来、日本は一つのメダルも取れていないんです。今一番日本がメダルから遠ざかっている階級。